っちゃん、心配したぜ。あの会長さんという人はいい人だよ。食堂のサービス券100枚くれたよ。お互い飯に釣られたか。つうか人型っつうことは早速食ったな。ざっと見てきたけど、ここは鉄とセメントが多いね。次にガラス、あとは武器がちらほら。やっぱり誰かと戦うためなんだろうね。この学校で教えていることも普通の授業に加えて、一部の人にはちょっと過激なことを教えているみたいだし。うちら騙されてねえかな。そうかな。悪い人たちには見えなかったよ。何よりマルコと同じ種族じゃないか。ああ、お腹減った。もう一回行ってくるね。行こう、非常食。ぶひっ。